眼科医の平松です。今日は目に病気があっても幸せに生きるためにはってことについてお話しようと思います。なんかこうふわっとしたお話と思うかもしれないけど、どうしてもね、やっぱり外来、普段の診察、まあいろいろ患者さんを見ていると、同じような目の病気、目の状態でも、すごく不幸そうに見えてしまう人もいれば、一方で同じような目の状態でも、すごく幸せそうに過ごしている人っていうのもいるんですね。それは当たり前じゃん。目以外のね、ことあるんだから、お金持ちかもしれないしね。まあ、他のは恵まれてんのかもっていうと、そういうこと言いたいんじゃなくて、目の状態の捉え方とか、対処法によって、その深刻度とか、辛さが結構変わってくるなって思うんですよ。で、現実そうなんですよ。だからこそ、ちょっとそれを知って、うまく対応してほしいなって思うんです。じゃあ、どういうふうにすればいいの？っていうと、まず一番大切なこととしては、その病気や今の状態をどう捉えるか、っていうことが、結構人によって違うんですよ。例えば、視力 1.0、ね、手術して出た。なんだけども、いやもうなんか見えなくても辛くてっていうふうに感じてしまう人もいるんです。一方で、視力は 0.45 なんだけども、いや全然よく見える。楽しいです。問題ないですよ。っていう人もいるんですよ。これ何なのかっていうと、やっぱりこう人間って、こうネガティブに考えがちな人とポジティブに考える人ってやっぱりいらっしゃると思うんですよね。で、無理やりポジティブにしろとは言わないけれども、そういう考え方もあるんだなっていうふうにはちょっと知ってもらうといいと思うんですね。よく言う例えで言って、コップ半分水がある場合、もうコップ半分しか水がないから、喉乾いたら大変だなっていうふうに心配する人がいます。一方で、コップ半分水がある場合、あ、半分水があるんだから大丈夫だねって言って安心する人がいます。半分しかないんだから、ちょっと気をつけなきゃって思う人は、やっぱりドキドキ心配になっちゃったりとか、毎日ちょっと辛いなって思うことがあります。ただこの人にもメリットがあって、それは何かっていうと、事前にいろんなことを対処したり、よく考えたり、そういう点ではとてもいいことなんですよ。だから、その考え方が悪いわけではないのね。なんだけども、ちょっとそれが辛くしちゃってる部分があるよってことを知っていただけるといいかなと思うんです。逆に、コップ半分水があって、いや、これは半分水入ってんだから全然ラッキーじゃんって思う人の場合は、焦らない、落ち着くから、そういう意味でもすぐに水飲まないで済むから、結果として、経過が良くなったりすることもある。ただし、本当だったら、じゃあ水半分しかないんだからこうやって対処しなきゃってやるべきことを怠ってしまったりだとか、甘く見積もって結果悪くなることもやっぱりあるわけなんですよ。だからこそ、どっちが優れているわけではないけど、あなたはどっちに考えちゃうかなっていうのを知っといてほしいんですよ。僕が言いたいのは、全部をポジティブに考えましょうじゃないんですよ。もしあなたがポジティブに考えすぎてしまう人だったら、ちょっとネガティブにも頭を向けて準備したりだとか、備えたりということはもうちょっとやってもいいかもしれないよねってことなんです。よくあるケースとしては、緑内障、うちの父親に近い感じだね。全然こんなの大丈夫でしょう。で、見てっても、全然いいでしょうと。そうこうしてて、例えば目薬ちゃんとしなかったら、うちの父親は僕が言うからって言ったらやるんだけども、全然ね、こんなん全然問題ないからって言って悪くなっちゃって、で、不幸になっちゃうってことはあるわけですよね。だから、ポジティブに考えて、目薬しないとか、はたまたポジティブに考えてて、本当は悪くなってるんだけど、それを見たくない、受け入れたくないから、いや、全然私はいいんだわ、私はいいんだと思いながら、本当だったらちょっと、セカンドオピニオン、他の眼科に意見を聞いて、ちょっと治療した方が良かったんじゃないかなって思うような状態でも頑張ってしまうことがあるわけですよね。一方で、ネガティブに考えがちな人の場合は、準備は比較的やってくれやすいですね。例えば、将来悪くなった時のために仕事どうしようかなとか、運動はこのぐらいにしといた方がいいかなとか、もうちょっとやった方がいいかなとか、食事を気をつけようとか、はたまた医者も、いいところになるべくかかって、適切に治療を受けようとか、そういうふうに準備をして、対応していくわけですね。それはいいことですよね。なんだけども、視力とか、視野とか、見え方と
という結果だけを見ると、実はネガティブな人の方が準備してるからいいんですよ。けど、幸せそうかっていうと、ちょっと辛そうだなって思っちゃうことが、まあまああるんですよ。もともと同じような状態の人で、ポジティブで結構適当な人の方が悪くはなる傾向はちょっとある。けど、それはそれで幸せそう。ネガティブに考える人の方が、まあ、良くはなる傾向がある。けど、なんか幸せじゃなさそうっていうところがあるので、自分のそのデメリットを分かった上で、ちょっと気をつける。はたまた気をつけなくてもいいから、自分はそういう思考の癖、考え方の癖があるんだなって思っていただけると、辛くなく生活できると思う。特に、この動画を見ているあなたというのは、真面目な人が多い。一生懸命な人が多くて、どちらかっていうとネガティブに考えちゃう人の方が多いんですよ。経験的にね。もちろんポジティブな人も見てると思うよ。思うんだけど、ネガティブ目の人の方が多いんじゃないかなって。すると、結果はいいんだけど、どうしても辛く感じたりとか、もっとこうしてればなとか、あの時こうしてれば、将来どうなっちゃうんだろうと、やっぱり考えがちになってしてしまって、もうちょっと楽に考えたらいいのになって、やっぱり思うわけですよ。もちろんね、僕がね、当事者じゃないからそんなこと言えるんだよっていう点もある。実際僕が、そうやって悪くなってて、辛い立場に置かれたら、そんな風には考えられないかもしれない。僕もね、まあ、結構なんていうかな、ちょっと悪い風に考えることは、まあまあある方なんですよ。まあ、だからこそ、まあ、いろんなことを準備したりだとか、まあ、するタイプ、これってこんな悪い結果になるかもなとかっていうのは、まあ、結構考える。まあ、それは治療するときも考えるし、はたまた自分が受けるときも、まあ、考えますね。例えば手術受けるときとかも、成功することだけを考えるんじゃなくて、失敗したらこうなるよね、こうなるよねって。とはいえな、やっぱり受けるかなっていう、まあ、こんな感じのスタンス。手術をするときもそうだね。失敗したらこういうこともあり得るよね。まあ、なんだけども、まあ、ちょっとこの状態はやった方がいいかなとか、まあ、そういうイメージ。だとちょっと思っていただけるといいかなって思います。もちろんね、それぞれいい点悪い点もあるし、あなたの特性なので、無理に直す必要はないし、直すのは無理だと思ってください。そうじゃなくて、今の自分を受け入れて、ちょっとでもいい、幸せな自分、幸せな生活を、送れるように工夫していただけると、まあね、いいかなと思います。考え方どんな傾向かなって、ちょっとね、立ち止まって今日、いい機会だから考えていただいて、私はこっちに考えますとか、私はこんな感じで考えちゃいますっていうのがありましたら、ぜひコメント欄に書いていただけると、多分他の人が見て、こういう人もやっぱいるんだなとか、私はこう考えちゃうなってね、お互い、情報交換もできるし、考え方の癖も出せるので、まあ、ぜひちょっとコメント欄に、自分はこう考えちゃうんだとか、病気に対して、自分の状態に対して、こういうふうに思うんだっていうのは、もしよかったら書いていただければと思います。まあ、こんな感じで、まあ、日々ね、まあ、いろんなね、病気に対しての向き合い方、もちろん病気そのものの治療の仕方、いろいろアップしていきますんで、チャンネル登録、そしてベルマークっていうのが、ね、あるんで、押していただければと。あと、概要欄っていうところにメールマガジンってあるので、まあ、それが日々今日はこういう動画ですよってアップしますんで、それも登録していただければと思います。よろしくお願いします。